スチルはマイクロソフトエクセルにアドインして利用するプログラム開発ツール。メンテナンスの容易さとプログラム作成スピードに優位性が高く実行速度も速い。プログラミング未経験者でも容易に習得可能であるというだけでなく上級者が利用すれば高品質、高機能なシステムを短期間で開発することが容易となる。スチルボタンを Excel シート上に設置する方法とセルリンクボタンを Excel シートに設置する方法の二通りの手法を組み合わせてプログラムを作り込んでいく。スチルボタンには機能を割り当てる。コマンドは開発元が用意しており、それぞれのコマンドは設定画面上にパラメータを設定するだけでプログラムとして機能し始める。パラメータ設定は Excel のグラフウィザードの感覚でできるため、プログラミング未経験者でも指揮が低い。一例として、セルデータコピーのコマンドは、元データ範囲と出力セル位置、調布種類を決定すれば完成し、任意で調布先に出力範囲名を設定することもできる。元データ範囲も出力セル位置も、セル参照ボタンを押すことで、シート上のセルの位置を直接指定できるため、 直感的でわかりやすい。調布種類は値、書式、数式等エクセルの調布種類を、ラジオボタンで選択するだけで済む。エクセル調布であるため、行列の入れ替えも備えている。スチルボタンの中には、ボタン連続実行のコマンドが用意されており、作成済みのスチルボタンとセルリンクボタンを連続で実行させることが可能。作成済みのボタン一覧からチョイスして、 実行ボタンリストにリストアップするだけで、プログラムとして機能し始める。実行順序の入れ替えもマウス操作だけで可能。細かく作ったコマンドをボタン連続実行で繋げることで、一気にプログラムらしい動作に仕上がる。セルリンクボタンはセルにリンクしているところが特徴であり、スチルボタンのコマンドは全てセルリンクボタンとしても存在する。 スチルボタンに存在しないコマンドも多く用意されている。セルにリンクしているため、セルの値が変化すれば、プログラムへ渡すパラメータも変化することになる。セルにエクセル関数を記述しておいたり、セルデータコピーコマンドで、セルの値を変化させれば、調布元範囲や調布先範囲を変化させたり、ループ回数を元データに応じて動的に決めることが可能である。途中で、 ファイル指定ダイアログを呼び出してユーザーが指定したファイルをデータソースとしてプログラムを実行させることなどもできる。ユーザー目線に立つとメンテナンス性の高さが最大の特徴と言える。エクセルシートへのボタンの配置とパラメータ設定がすなわちプログラミングであるためフローチャート的にボタンを配置すればプログラムが使用書を兼ね得る。 プログラムの修正を行えばその時点で使用書も最新の状態となり改めて使用書を別作成する手間を省くことができる。ボタン連続実行は設定ダイアログにおいて組み込まれた各コマンドをボタン確認ボタンでそれぞれのボタンにジャンプすることができジャンプ先にボタンが複数あったとしても該当ボタンを点滅させることができるためトレースしやすい。この機能により 他人が作成したプログラムをトレースしながら掌握することが容易であり、自分が作成した数年前のプログラムも振り返りやすい。各コマンドはパラメータを設定するだけであり、コマンドそのもののコーディングは開発元の ILI 総合研究所が行っている。ユーザーはミスタイプやコーブミス等のコーディングミスから解放され、コーディングに要する時間も節約できる。 時間節約による効果として、ランナーズハイ的なプログラミングのアイデアが、次々と湧き上がる瞬間に際して、アイデアが浮かぶテンポに、プログラム作成スピードが追随しやすく、アイデアを見失いにくいというメリットを生む。また、ボタンの配置とパラメータ設定だけで、プログラムが出来上がるため、ユーザーごとのコーディングの癖が出ない点も、他人の作成したプログラムの解読を要因にする要素となっている。 特筆に値するのが、他の Excel ックや、同一ブックの他シートからのデータ取得、抽出系のコマンドの周逸さ。データを取得しつつ、Excel 関数を使って、新系列を生成することが至って容易であり、Blookup 関数を活用することにより、テーブル結合の概念が不要になる。その上、設定内容はすべてセル上に格納され、 Excel 関数を解読するだけで何をしようとしているのかがイメージできるため、開発者とユーザーの垣根が低い。データベースとの連携が際立って容易であり、OdoBC で Microsoft Access、SQL Server、Oracle などのデータベースを相手に、データの取得、更新、削除の機能を有している。データベース連携プログラムの構築の容易さだけでなく、データの取得スピード自体も、 VBA で作成した同機能よりもはるかに早くデータベース連携面で VBA が優位性を示せる側面は皆無と言える。また、Excel シート上のテーブルを相手にレコードの更新、削除を行う機能も用意されている。これにより、小規模でローカルのマスターは Excel ブック上に持たせることも選択肢となり得る。豊富な Excel 機能をそのまま利用できるため、 応用範囲は非常に広く、また、プログラムの基本処理となる順次処理、分岐処理、繰り返し処理の機能が備わっているため、業務アプリケーションの開発環境としては高い実用性を有する。バージョン10となり、名前がスチル10に変更された。ありがとうございます。